ジャン君、おはようございます。今日は天気がいいので、いっぱい光に当たっております。ペロペロもう起きないの？めっちゃ可愛かったよ。さあ、いい朝になりそうです。ぽんちゃんはここだよ。はい 朝はちゃんはぽんい、がぽ入んちるんだよ。ゃん。ぽんちゃん、もうちょっと先行くと日に当たるよ。はい、ぽんちゃんもいい朝を迎えましたが、噛まれてます。今噛まれました。時々ジャン君は噛みます。ジャン君、ちょっとお行儀悪いよ。足。ポンちゃん乗せられちゃって、ちょうどいいよね、そこのくぼみね。いい感じだよね、ジャン君。何か。足出てる、足出てる。笑って揺れますけど。朝のプロレス、ジャン君の勝利です。はい、おめでとう。ポンちゃん。ポンちゃん、ポンちゃん。はい。はい、ジャン君。勝者、ジャン君。はい、落ち着いています。この2人、本当に仲がいいね。いい形だ。宇宙船の中のポンちゃん、マオさんが映っちゃう。どうしても映っちゃうね。180度ぐらい映っちゃう。ポンちゃん。じゃんくん、抱いてください。ジャン君、9周年おめでとう。ジャン君、言ってるだけのおめでとう。おいしいものあげるよ。ジャン君の9周年を一緒にいられて、ポンちゃんおめでとう。おめでとう。こっち、こっちへ。できた。いないね。いないね。はい、いなくなった。ジャン君がうちに来て9周年、そしてポンちゃんは9周年のお裾分けということていうで、か、ポンちゃんはお誕生日だったし、お誕11生日月。ね、もうだいぶ経っちゃいましたが、ポンちゃんの6歳のお誕生日と、その後、
ジャン君に、9周年ということでですね、このいただき物の、あ、そうか、ポンちゃんがもらったんだこれ。いや、その後だから特にそういうことではないと思うんだけど、チャオ、チャオチュール、チュールタワー、チュールタワー初めて、開封いたします。この子たち食べるかな。はい、どうぞ。はい、じゃあポンちゃんの好きな、うん、鶏ささみ系だよね。鶏ささみとホタテ味だから、はいはい、2人の好きなものが入ってるね。はい、チュール、あ、タワーのまま食べるんじゃないの。タワーのまま食べるんだけど、あ、そう、このままだとちょっと2人、うん、1人には多いから、うん、こんな感じです。はは、ちょっといっぱい、ピントがポンちゃんになっちゃった、うん、これなので、うん、これを半分こにしようと思います。はい、なんかちゃんこペン、ポンちゃんの毛がこう、こうやるのか、こうなのか、こうかな、うん、こうやってね、二人分にします。やったね、なんか豪華だね。なんか豪華だね。あ、ポンちゃん食べる？いいね、うん、はいはい、あ、ごめんね、ピクッてしちゃった。はい、どうぞ。はい、じゃあジャン君、ジャン君こっちおいで。ポンちゃんと並んで、ほら、おいしいよ。ジャン君おいでよ、こっち。いい匂いがするね。尻尾舐めちゃおうか。舐めちゃい、舐めちゃい、尻尾舐めちゃい、舐めちゃい。はい、ちゃんはここ、あら、結構ガツガツ食ってるよ、ポンちゃん。あ、本当、美味しいんだね、うん、よかったね、ポンちゃん。はい、ジャン君、ジャン君、ここなんかジャン君はスプーンを舐めています。今ちょっと画面はポンちゃんの方に行っていますが、ジャン君ほら、ここおいで、どうぞ。そっちを取れるようにしようか。ジャン君がどうやら、ジャン君は夜になる、夜ご飯の時には、うん、とか、まあ、朝も時々なんだけど、ここでもらうっていう風に思っている時があるらしく。じゃあ、あげてください、そこで。あげていいですか、うん、はい、じゃあどうぞ。ちょっと遠いけどね。はい、じゃあこっち、ちょっとこっち向いてね。あ、ちょっと斜めになっちゃう。ね。はい。美味しいね。なんかよくわからないルールですが、布団の中で食べたいんだそうでございま す。そして、どうする。あ、さすがにやっぱり量が多いか。まあ、あの、置いといてまた食べればいいのか。うちの子がそう食べてるのを見たら、うん、やっぱり全部は食べなかったけど、うん、あの、何回かに分けて食べきりましたって書いて、言っていたから。じゃあこれを残したらまたどっか置いとけばいいってことね、うん、ね、ポンちゃん、後で食べるよね。いっぺんに食べないだけだよね。はい、また後で食べようと思っているポンちゃんです。近くに置いとく？食べるかな。まあ、無理に食べるとまたね、あれになるからね、うん、あ、また食べ始めた。気持ちが場所によって変わるのかな。おいしいね、パンちゃん。ジャン君もいっぱい食べてるよ。はい、暗くて見えませんね。電気つける？いや、あ、ピントが来ないかな。このアンライトつける。この辺に、ちょっとじゃあこっそりライトつけてみようか。あ、ピント来た来た来た。青くやっぱりピントが行ったり来たりしています。これで大丈夫か。はい、ということで、チュールタワーかな、うん、チュールタワー、美味しくいただきました。どうもありがとう。あ、そう、あった、これ半分しか映らなかった気がする。後ろが映っちゃわない？ジャン君意外と完食しちゃいそうなペースだけど大丈夫かな。ジャン君一気に食べたらちょっと心配事があるんですけど。ジャン君ジャン君、ジャン君はね、残さず全部食べるっていうのを一応
モットーにしているので、うん、あ、そんなとこか、また後にしようか、うん、ね、でもまあまあ食べたよね、ほら、ね、すごいよ、90% ぐらい切ってるかな、うん、はい、また後で、またね、ジャン君のですね9周年を、お祝いしてというか記念した動画を今作り上げました。これは実際にはですね7日の日にアップすることになります。なので今撮っているこの動画に関しては、ちょうどジャン君の9周年の日あたりになるかな。ジャン君、はい、ジャン君、こんな編集風景でございました。ジャン君満足だね。